自分の英語発音が英語ネイティブの方にどういう風に聞こえているか気になりませんか？皆さんこんにちは。私はハワイ在住で英語発音コーチとビジネスコーチをしているアイコ・ヘミングウェイです。Hey guys, it's Aiko. I'm an American English pronunciation coach and business coach based in Hawaii. 2週間くらい、3週間くらい前にすごい上級者レベル のクライアントさんしか教えてないんですけれども、上級者レベルのクライアントさんの、プライベートレッスンの時にちょっと試しでなんて言うんですかね、その方が発音して、あ、これがじゃあちょっと違う単語に聞こえたっていう時はすぐに、あ、これがこういう風に聞こえましたね、こういう風に聞こえましたね、こういう風に聞こえましたねっていう、レッスンをしたんですね。で、これがものすごい効果的だって気がついたんですよ。なのでちょっとこれを無料ワークショップでやってみたいなと思います。皆さんの英語がどういうふうに英語ネイティブに聞こえているかっていうのがものすごいわかると思います。上級者レベルである程度の日常会話ができてしまう方っていうのはこの先があるのかって見えなかったりすると思うんですよね。でもまだまだ先があるんですよ。なぜならだいたいその日常会話が難なくスムーズにいくっていう方は聞いている側が、あ、これなんか違う単語に聞こえるけどこういうふうに言ってるのかなというふうに想像しながら話をすることができるから会話的にはスムーズなんですよね。なので、なかなか気がつかないかもしれない。なのでこのワークショップで気がついてみませんか。で、この次のレベルがあるっていうことにどんどん気がついていくと思います。ぜひこの無料ワークショップにいらして、で、私がその場で皆さんの発音を聞いて、で、どんどんフィードバックしていきますので、それをしたいという方、自分の発音がどういうふうに聞こえるのかっていうのを本当にもう包み隠さず知りたいという方はですね、このワークショップにいらしてみてください。10月の23日日本時間で午前9時から行います。 So come to this workshop and I'm gonna give you feedback right away. 特に英語上級者の方でよくあるのは、今もちょっと練習レッスンがあったんですけど、例えば rhythm っていう rhythm っていう rhythm っていう単語が reason に聞こえてしまうとか、本当細かいんですけど fourth とかも force s に聞こえてしまう、 fourth ではなく force に聞こえてしまうとか、この前あったレッスンは so far so good の so far がソーファー、イオケミカルのイオありますよね。それに聞こえていたり、ソファーに聞こえていたり、なんかソーファーって意外と難しい単語だったりするんですよね。なんかそういうのが英語上級者の方知らないうちに安定した音ではなく違う単語に聞こえてしまうような感じの発音になっている方がいらっしゃるんですね。それが上級レベルだと思うんですけど、そこからさらに上に行くためには安定してなんて発音してるかがもうクリアに分かるような発音にすること、それを目指している方、この、無料ワークショップにいらしてみてください。そうじゃない方はもう絶対に参加しないでください。上級者の方ですので、初級者の方、中級者の方、本当になんて言うんですかね、英語だけで会話しますのでついていけないです。なのでそういう方たちは自主学習版とかいろんな他に発音を教えている方がいらっしゃいますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。私のこのワークショップにいらしてほしい方は上級者で英語環境でもうすでに働いていて、で、これからのその発音力がキャリアに関わっていくという方を対象にしています。そういう方のみいらしてください。英語は会話は英語だけですので、その環境についていける方、その環境に、挑戦したい方のみを対象にしていますので、大きなワークショップになる必要はないです。本当に数人だけが集まって、しっかりとその方たちがこの上が見えるんだよっていう、それを見えるようなワークショップにしたいと思いますので、この先上があるんだよ、それを見てみたい方いらしてほしいなというふうに思います。
All right, so let me know if you have any questions and looking forward to seeing you at the workshop on the 23rd at 9 a.m. in Japan time. All right, bye.